和歌山県の北西岸と四国東岸に挟まれ、太平洋と瀬戸内海をつなぐ紀伊水道。リアス海岸に生える紀伊由良の沖堤防は釣りの好ポイントとして、季節を問わず多種多様な魚が狙える。強靭なタックルで武装し、堤防の落とし込み釣りで石鯛に挑むのは上田博之さん。愛知県豊川市在住、学校給食を提供する会社で働いている。情熱を注ぎ込んだ鮎の友釣りは名人の域に。メディアも注目する独創性に富んだメソッドで栄冠を手にしてきた。鮎竿を磯竿に持ち替えて、紀伊の沖堤から狙う落とし込み石鯛。いかつい面構え、威風堂々、釣り師を虜にする王者の風格だ。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。春休み、紀伊水道の向こう、おぼろげに浮かぶ徳島の阿南市。交通の要衝にして古から航行の難所として知られる海域だ。明治28年以来、船舶の安全を見守る紀伊半島最西端に立つ日の岬灯台。このエリアは花咲き誇る円珠海岸県立自然公園に指定されている。石鯛釣行の拠点となるのは日高町の柏漁港。明日ここから渡船で沖堤へ渡る。水先案内は浜吉丸、瀬渡しに遊漁船。紀伊の釣りになくてはならない船宿だ。深夜、愛知の自宅を出て夜明け前に港へ。釣行を共にするのは上田さんを鮎釣りの師と仰ぐ田中博樹さん。午前4時、漆黒の海へ。月明かりを頼りに舳先を沖へ向ける。ほどなくして紀伊由良の堤防に到着。足元を気をつけて。今まで一番大きいのは、65センチぐらいですかね。で、数は、釣れる時は一人で15枚とか20枚ぐらいまでは釣れたことはあります。実績高い紀伊の沖堤に陣取り、石鯛に挑む。海は穏やか、いい釣りができそうだ。歌にでも読めそうなお月様をめでながら夜明けを待つ。あけぼのを合図に行動開始。やるべきことは山ほど。段取りよく準備を進めていく。これ刃先が結構強くてちょっとお気に入りですね。僕も今日もこれでいきます。
イシダイを貫く鋭い針はこの釣りの要。棚は多分15ぐらいだと思うんですけど、僕は必ずこの棚取りをするんです。石鯛を釣るにあたってその穴の中で、魚をかけたり、あとこう餌が着底する寸前に当たることが多いんで、その必ず床を取りたいっていう意味で、重りをつけて棚を取って、必ずマーキング、これが出てきたら、餌がとこにつきますよっていう感じになりますね。特に水深の深いとこなんかはこうやって印をつけておけば、こう余分に糸を出す必要もないし、あもうすぐとこにつくなっていうのも分かるんで。餌はムール貝の仲間、ムラサキイガイ。ムール貝を使うことが多いんですか？そうですね、ムール貝かカキかで、今日一応両方持ってきてるんですけど、とりあえずムール貝から。でこれ付け方いろいろあるんですけど、まあどの付け方でも多分釣れると思うんで。満を持してスタート。堤防から餌を落として当たりを待つ伝統的な釣りだ。めちゃくちゃ塩が効いとる。急に効き出してきたんだけど、あんまり淀んだとこだと釣れないんで、なるべく潮が動いてくれた方がいいんですけど、走りすぎちゃうとちょっと釣りにくくなりますね、潮が。ほらすごい引っ張られるもん。だってそこで入れてもこれぐるっと回っちゃってるもん。これはちょっときついな。なんでこっち入れると全然動かんのにな。コーナー綺麗に曲がってくわ。いやここで食わねえかんだよ。サゴかな。正解。よし。あでもしっかりかかってる。いいとこかかってますけどね。針先とか出てないか。出てる。どっちでもいいと思います。僕は多少出しますけど。来た。食ったよ。よいしょ。本命ならず、沖堤の常連コブダイで、うっかりタモを出し忘れていた上田さん。これは先に作っとかなきゃいけないですね。そっちは流れん。やっぱり流れん。かけた。
これも違うな。あ、抜いちゃいますね。よっ、うん、規制が上がる。嬉しい次第。かわいい一面。強固な上顎を貫通、完璧な張りがかり。これで満足したらないですね。はい、さあさあさあ、サイズアップと参りましょう。紀伊由良の一文字堤防から狙う落とし込み石台、小ぶりながら本命を手にし上々の滑り出し。今ね、ちゃんと底塩が動いてるんで、これ石門釣れる塩なんですけど、で底塩が動いてる時は餌がこうちゃんと底を張っててくれるんで、今食いそうな感じですね。友釣りの名手上田さんの一番弟子を辞任する田中さん、万全の包囲網で石鯛と対峙する。いや、いい感じに流れてるな。餌取りもおらん。おらん。やばいの来てないかもしらんね。僕はね、ここ通ってもう20年以上になるんで、だいたいこの潮の動きとかでこうここが食うとか分かるんですよ。多分今はね、いい潮してるんで、すごく釣れそうな雰囲気あるんですけど、ちょっと楽しみですね。今から30分1時間ぐらいかな。常にこう餌の上に自分が行く感じで釣ってもらえれば釣れるようになると思うんですけどね。うわ、餌取り多いな。それは結局垂直に糸を落としてるってことですか？そうなんですよ。斜めに餌が入っていくと糸だけずっと出てくじゃないですか。で餌だけ引っ張られてっちゃって当たりが出ないんですよね。で必ずこう餌の真上に穂先があるようにしてもらうと、こう糸吹けの当たりがすごく出やすくなるんで、そういう釣りをしてもらった方がここは釣れると思います。あ、餌取られた。中層だな。やっぱり上ずって上で食う時もあるんですけど、今そういう感じじゃないんで、このままムールを使った方が可能性は高いのかなっていう今感じですね。牡蠣だと中層で取られちゃう。そうですね、牡蠣の方が柔らかいんで、どうしても餌取りには弱いんで、でもうちょっとこう餌取りが減ってきて渋くなった時に牡蠣使った方が良さそうな気がしますね。うわ、どえらい上で食っとるな。いや、これはいかん。早すぎる。餌取り軍団め。めっちゃ早くなったよ。本当に餌取りが多い時とかは、カニとか使うんですよ、この釣りは。そうするとちゃんと餌が下まで持って、時期的なもんなんですけど、もう夏から10月ぐらいまではもうカニで十分釣れるんで。お、今のはそうですね、今のあたりはコブダイか、まあ多分コブダイかな。多分コブだけどでっかいのおるよ。俺、うん、今のはもう全然、なんで話しちゃったんだろうな、あれ。こういう時はいい餌をつけて
もう一回当たってくれるかな、うん、穴に入った。うん、ぽくないですね。餌取りは厄介だが、そこで食いそうだけどね、うん、百戦錬磨の上田さんに焦りの色はみじんもない。紀伊半島の最西端に近い沖堤防から磯の王者イシダイを狙う落とし込み釣り、虎視眈々獲物の気配を伺う。いやー、そこが動いてない。もう餌取りの動きが静まったところで牡蠣を投入。針は裏から入れてこう戻してやればこれで OK です。すぐ取れそう。ムール貝に比べ餌持ちの悪い牡蠣だが食いつきはいい。はいや。ないですか。ないです。まだ餌取りがいたか。やっぱムールですか。まだムールです。そこは取りやすいけど、どうって感じだな。ムール貝なら底棚まで届くのだが、知略を尽くしてターゲットに迫る行き詰まる攻防戦。沖堤の内側に釣り竿を移す。仕切り直し、ムール貝で魚を寄せていこう。ここだけは中入ってくもんね。いや、どうなんだろう。餌取りをかわさねば石台にたどり着けない。気配を感じられないまま時だけが過ぎていく。気づけばお昼時、ご当地名物サバの棒寿司で腹を満たす。魚も釣れんし、お昼食べますか。じゃあいただきます。うん、いや、これはうまい。みんな和歌山来た時はおすすめですね、これ。釣りが丁寧なんだけどね。レモンが効いとってさっぱりとっていい。うん、これ美味しい、うん、多分1時半ぐらいが潮止まりなんで、そっからの動き出しにチャンスがあるかなっていう感じですね。で、まあそこで一枚の取れたらいいなっていう、そのぐらいの気持ちでやります。ここは牡蠣で勝負に出る。1週間ぐらい前にもね、ここで五十羽釣れてるんで、チャンスがあるとは思うんですけどね。
まあ、あとは魚が口を使ってくれれば。でも本当に突然あたり変わるもんで、刹那の合わせ。サーゼ、なんだ。あ、石鯛っぽいけどな。石鯛、ほら、お、いいサイズ。ほい、ちょ待ってください。やりました。助っ人に感謝。ありがとうございます。ありがとうございます。お、縞模様の消えた口黒と呼ばれる弱いを重ねた石鯛、針が貫抜きをしっかりと。いや、臭い当たりが出たなと思ってたんですね。やりました。お見事です。まあ引きもそうですし、あのかっこいいじゃないですか、石鯛って。すごくもうそれが魅力ですよね。食べても美味しいっていうのもあるんですけど、魚がかっこいいっていうのがやっぱ引きも強いし、もうあのやっぱり磯の王者っていうだけあって、僕はこの石鯛釣りっていうのは本当大好きですね。わずかな好機を捉えた名手の落とし込み、ここを鮮度と攻め込むも当たりなし。迎えの時間が近づいてきた。辰取り後を濁さず、言わずもがなのマナーだ。沖底からの落とし込み石鯛は夏にかけてまだまだ楽しめる。いかめしい口黒がまとういぶし銀の鎧が怪しい光沢を放つ。威風あたりを払う老成の石鯛は歴戦の釣り師を魅了してやまない。